スクレーパーは物質の外面を削ったり、こそげ取る波状、ヘラ状の器具を言う。小さなものでは20センチメートルほどの手動で扱うものから、大きなものでは大型の車両に数メートルのヘラ状の装置が装着されている、建設機械まで全てスクレーパーと称される。小さなものは英語のクリーンからケレンと呼ばれることもある。 オーリニャック文化のスクレーパー石器としてのスクレーパーには代表的なものにサイドスクレーパーとエンドスクレーパーがある。旧石器時代から新石器時代に至るまで世界各地でこの石器が作り続けられた。また、縄文時代になっても東北と北海道では依然として用いられており、最も新しい時期のものとしては八世紀初頭の北大式器に伴えだする。 国用石製の円形スクレーパーが知られている。機械や建築などで表面仕上げをする工具をスクレーパーという。建設機械としての代表的なスクレーパーには以下のようなものがある。すべて図地工事において土を削り取り運搬する目的で使用されるが、細かい点でそれぞれに適した作業の違いがある。また、スクレーパーはブルドーザや トラクタショベルと同様に単体で掘削、運動、敷きならしを一連でこなすことができるが、これら比較すると土ダメが装着されていることから一度に作業できる、土工量が多く、また旋回性、掘削、積み込み精度に劣ることから、精度の高い作業には向かないという違いが挙げられる。降雪地では除雪車として使用される時もある。柄のないヘラ。生地を鳴らす。 生地を切り分ける、ボールや鍋の底に残った生地をすくい取る、等に用いられる。スクレーパー、スケッパー、ドレッジ、カード、コルヌとも。ウィンタースポーツ用の用具としてのスクレーパーには、代表的なものにアクリルスクレーパーとメタルスクレーパーがある。ありがとうございます。